ピセラ TV。 ハピセラのブーテそのうちあの最初のねスタートの時にこの声がミキティです。さあ今日も元気にいきましょう。はい、じゃあ今回はね、うん、腰痛ミキティバージョンでいきます。なんかやっぱり女性のセラピストだったり、うん、まあ、体格が小さかったり細かったりするセラピストさんの中で、うん、なんかその施術の、まあ、1日にたくさん受けなければもしかしたらできるかもしれないけど、たくさん受けながら自分の体力も温存しながらやるってなった時に、あの持ち上げてのガンガンのストレッチとかは、うん、きついわけですよ。さっきの代用筋とかきついわけですよ。そうそう、なんかもうあのこう聞けないじゃないですか。あのちょっと体重何キロありますとか言って分かんないけど、私の中ではやっぱり70キロぐらいまではあんまり変わらないんですよ。70キロそっかそっか、それ以上、そう、うん、だから皆さんって70キロ超えてもあんまり、うん、そのあ大きいなぐらいだと思うんですけど、うん、70キロ超えると急に壁が見えるわけですよ。でその時にでも効き目も、ね、出してあげたいじゃないけど、うんうん、ね、そういう成果も感じてもらいたい時に、うんうんうん、あのちょっとこいつできんなって思わせるため の、 あの一工夫そうの仰向けバージョン、はい、仰向けバージョン、うん、はい、じゃあレッツゴー。行ってみよう。この人の柔軟性とかも測るのに、うん、まあ、最初ちょっと押してみる。ちょっと大丈夫かな。うん、意外とこうなんかここを押してでやって、まあまあノブちゃんはよくね、ここ、うん、ここが痛いって言うから、うん、あのここほぐすとかがちょっと最初に入った方がいいのかなと思うけど、はいはい、で大体やっぱ股関節回すじゃないですか。うん、この主義ね、結構やってる人もいるけど、やってない人ぜひ。あ、そうか。これすごいいいんで。うんうん、親指で。ここがね、痛くなる人多いからね。うんうんうん、腰痛の人は、うん。で、やってったら、まあ、回しますよね、大体ね。はい、回します。うん、はい、私はあの外回しって結構効く感じになりやすいから、はい、内回しからいきます。はいはい、で、やった時に、まあ、このまま行ったら、あの、こう、内転筋。1、2、3ってやって、でもう1回目で6秒、うん、1、2、3、4、5、6、はいはいはい、ってやってこの外回し、はい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 、言い方が違うんだね。俺なんかこっちを打ち回しだって前も言ったけど、あ、そっか、思っちゃうんだよね。まあまあでもどっちでもいいんだろう。だって両方同じだもん。打ち回しから外回しになってるからね。確かに。で非常勤、1、2、3、で2回目で6秒、非常勤もうちょっともうちょっと前、そう、2、3、4、5、6。おお、ケツ伸びるね、ケツが。で、股関節のところ。おお、座骨。座骨を。うん、ハムだ、今度は。ハム気持ちいいよね。うん。これがだから、その相手の体格によって、やっぱりベッドに乗るか乗らないかとかも結構変わってくるので、おじちゃんだと、ベッドに乗っちゃった方がやりやすい。うん、女性やりやすいね、膝。そうですね。うん、そうで、こっちに置きますって、うん、で、まあ、通常はやっぱ肩の方を押さえて、うん、お膝のとこを押さえたら、さっきバージョンね。そうですね。1、2、3ってやっていきますよをつけたら、ぐーっと1、2、3、4、5、6っていくんだけど、ちょっとやっぱ伸ばすポイントを変えるために腕を上げます。うん、で、この脇のところに手を押さえて、おお、効く。あと伸び方変わりますよね。うん、で、手首のところを、あの、ちょっと痛くないように持たないといけない。おお、これも伸びる場所が変わる。で、そんなに力がいらないから、いらないんだ。そう、入れてるように動けば。でも女性ってやっぱ引っ張る方がまだ辛くないですよ、体重がないから。そう、なんでこれやってる人少ない。あ、太鼓式っぽいのかな。でもな、あ、そうか、うん、よいしょってやって、まあ、やったらもう絶対必ず鼠径部のところ、あ、最後締め、うん、伸ばさないで、やっぱあの表裏一体の、まあ、前後左右じゃないですか、うん、はい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 、バランスと前後左右で、やっぱり内もも、あ、内ももこのまま伸ばしていくっていうところが、腰の人だったらフルバージョンになってるって。あ、フルバージョンだった。でもセットじゃない、セットじゃない。あ、セットなのね。セットだよ、セットだよ、これ。そうだ
よね、ほぼほぼだから左腰痛の人はこれセットでやるといいよ、セットでやるといいし、うん、でまあこっから、うん、あのちゃんと後ろもアキレス腱きた、前もやりましたけど真ん中やったらあのポイント変えて内側に持っていく、はい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 、外側だけど、はいはいはい、やっぱりあの本当はぐーっとね、ぐーっとね、はい、あの、うん、時間があれば行っちゃった方がいいね、うん、柔らかいですね、え、柔らかいの、柔らかい、ここまで行くと柔らかいと、うん、ね、はい、ミキティ、俺右だって腰痛いの本当になんだよ、後でねネクスト、なんか、ここを押して、うん、で、やって、まあまあ、あの、うん、で、大体やっぱ股関節回すじゃないですか、うん、この主義ね、結構やってる人もいるけど、うん、やってない人ぜひ、これすごいいいんで、うん、親指で、ね、ここが、ね、痛くなる人多い、うんうん、腰痛の人は、うん、で、やってったら、まあ、回しますよね、大体ね、はい、回します、はい、私はなんかあの外回しって結構効く感じになりやすいから、内回しからいきます、はい、でやった時に、まあ、このまま行ったら、あの、内転筋。1、2、3ってやって、もう1回目で6秒。1、2、3、4、5、6。はいはい。ってやって、この外回し。はい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 。言い方が違うんだね。俺なんかこっちを打ちましたって前も言ったけど、あ、そうか思っちゃうんだよね。まあでもどっちでもいいんだろう。だって両方同じだもん。打ち回しから外回しになってるからね。で、以上。微乗筋ね、2、3で2回目で6秒、微乗筋もうちょっともうちょっと、うん、そうそう、2、3、4、5、6、ああケツ伸びるね、ケツがケツで、股関節のところ、おお、座骨、ハムだ今度は、うん、ハム気持ちいいよね、うん、これがだからその相手の体格によってやっぱりベッドに乗るか乗らないかとかも結構変わってくるので、女性だとベッドに乗っちゃった方が、あ、女性やりやすいね、膝立ててそうで、こっちに置きますって、うん、で、まあ、通常はやっぱ肩の方を押さえて、うん、お膝のとこ押さえたら、あ、さっきのバージョンね、1、2、3ってやっていきますよをつけたら、ぐーっと1、2、3、4、5、6っていくんだけど、ちょっとやっぱ伸ばすポイントを変えるために腕を上げます、うん、で、この脇のところに手を押さえて、あー、きく、伸び方変わりますよね、うん、で、手首のところを、うん、あの、ちょっと待ってね、痛くないように持たないといけない、おー、うん、いらないんだ。そう。入れてるように思うけど。でも女性って言えば引っ張る方がまだ辛くないと、体重がないから。そう。これやってる人少ない。あ、対抗式っぽいのかな、でもな。あ、そうか。で、まあ、やったらもう絶対必ず鼠径部のところ。ああ、最後締め。うん。伸ばさない。でも、あの表裏一体の、まあ、前後左右じゃないですか。はい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 。前後左右。はい、内もも、ああ内ももこのまま伸ばしていくっていうところが、腰の人だったらフルバージョンになってるにして、あ、フルバージョンだでもセットじゃない、セットじゃない、あ、セットなのね、セットだよ、セットだよ、そうだよね、ほぼほぼだから左腰痛の人はこれセットでやるといいよ、セットでやるといいし、うん、で、まあこっから、うん、あのちゃんと後ろも、あー、アキレス腱きた、前もやりましたけど、真ん中やったらあのポイント変えて内側に、はい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 で、外側だけど、はいはい、やっぱりあの本当はうん、ぐーっとね、はい、あの、うん、時間があれば行っちゃった方がいいね、うん、柔らかいですね、え、柔らかいの、柔らかいの、柔らかいの、うん、ね、はい、
はい、まとめで、ね、そうなのよ、左今やってもらいながら俺右の腰痛いんだけどなと思いながら右やってもらえば、まあ、アングルでね、そうで、うん、ポイントはまあいろいろあるけど、やっぱり腕を上げながらひねりのストレッチをするのと、うん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 、反対側の手を引きながら同じストレッチするっていうので、普通のとやったら3パターンできるじゃないですか、うん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 、それだけで、あの3つをやるっていうのは結構体力がない方とかでも受け答えを作るのに簡単にできると思います。うそうだね、うん、今のね全部のパターンは、うん、全てのほとんどの腰痛の人使える技で、うん、全部緩めてるよね、うん、四頭筋も緩めてるし、うん、内転筋も緩めてるし、ハムも緩めてるし、うん、外側も緩めてるんですよ。だから腰痛には天下てきめだよね、うんうん、あとお尻も緩めてるしね、うん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 、腰痛、要するに股関節とか、うん、大体のね筋肉ついてるところを緩めると、うん、腰部が緩むという原理があるので、うん、だって腰部自体が硬くなるってそもそも姿勢の問題でもちろんあるよ、うん、姿勢の問題で硬くなることはもちろんね前かがみでなるけど、うん、大抵の人は股関節の関係だよね、うんうん、で緊張を取ると腰部緩むよね、うん、大抵の人は、うん、だからこれ今のやると、はい、女性の方特に、うん、まあ男性でも全然使えるけどね、まあそうですね、そうですね、全然使えるけど、女性でも簡単に、うん、簡単にというか ね、 うね、力をそんなに使わずにできるってことだよね、うんうん、はい、はい、てて以上ですね、はい、はい、じゃあよかったらコメントと高評価と、はい、お願いします。ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。